いやー、今日はまあいろいろありましたね。大相撲名古屋場所13日目なんですけども、まあ、お昼過ぎに豊昇龍が休場というニュースから始まり、そして大関特例復帰をかけていた霧島、そしてカド番の大関貴景勝、この二人が敗れてしまいましたね。霧島は隆の勝との対戦でした。まあ、後がない、10日目にね、もう5敗目になって後がない状況から2連勝して、まあ、内容も結構良かったんですよね。なんでもしかしたらあるかなとか思っていましたが、まあ今日はね、2度目の苦手な隆の勝ということで、攻めてはいたんだけどね、かなり攻めてはいたんだけど、まあうまく土俵際回り込まれてしまいましたね。落ちた時のあの下唇をこう噛みしめるような表情が何とも言えないですね。そして貴景勝、5勝7敗という成績で、まあ、昨日は大の里に敗れ、後がない状況で横綱との対戦でしたね。もうほんと崖っぷちも崖っぷちで、そして今場所調子も良くて最も強い力士との対戦となったわけなんですけども、まあ、ここ数日はね、勝ててはいない相撲でも結構ね、当たれてはいたんですよね。足がただこうなかなか動いてなかった、まあ、それでね、白星を逃している相撲が何個かあったんですけども、まあそんな貴景勝、今日もね、まあいい相撲でしたね。いい相撲っていうか、なんかこう魂みたいな、貴景勝の生き様みたいな、なんかそういうものの詰まった相撲ではあったと思います。しっかりとぶちかましてね、刺させず押っつけて距離を取って、一回いなして横綱が体勢を崩しかけたんですけども、まあそこは今場所の照ノ富士のやっぱりすごいところというか、泳ぎかけたけどもすぐに正面を向き直って、全然体勢がね崩れませんでしたね。そしてよく見て、まあ、叩き込みと、あの貴景勝が落ちた後の照ノ富士のなんかこう一別もくれない感じ、本当になんかリスペクトがあって、横綱としても全く手は抜かないというなんかリスペクトがあってよかったのと、あとは土俵に手をついてなかなか立ち上がれなかった貴景勝に、もうなんかなんて言うんだろうな、なんかすごい、感情的なシーンでしたね。これで貴景勝30場所守ってきた大関からの陥落が決定となりました。まあ、この負け越しについても、強いものは大関にいるし、もしくは上に行く、弱いものは落ちるべきだと思います。みんなどこかしら痛いから、自分だけが怪我しているわけではない、首は何の理由にもならない、それも含めて自分の力が通用しなかったと、まあ、貴景勝らしい潔い全く言い訳もないコメントでしたね。そして5年前一度関脇に落ちて一場所で復帰したことに聞かれても、あの時から年齢も重ねて落ちたということは一緒だけど中身はまるっきり
違うと、まあ、当時とはね、全ての状況が違うというふうに述べました。そして来場所10勝以上での大関特例復帰にかけるのかと聞かれて、まだ場所中なので先のことは場所が終わってからと、まあこれも当たり前のコメントだと思うんですけども、なんか今の貴景勝が言うとすごくこう重く感じちゃいますね。いやー、首の怪我ね、まあもちろん怪我してない人はいないんだけど、それにしても貴景勝のスタイルで首っていうのは本当あまりにも、痛すぎるというか影響がありすぎる内容でしたね。前回優勝してからちょうど6場所、その間は途中休場3回と、まあ本当に一時期はね首も良くなったのか分かんないけども、継続して2桁以上バンバン勝つみたいな、毎場所優勝争いみたいな時もあったんですけども、まあ去年今年とねなかなか思うようにいってはいませんね。まあ教授とかっていうのはね、それは分かんないんだけど、まだ27歳だしね。さあそれにしてもなんか本当土俵に落ちて立ち上がれない、少しの間立ち上がれない貴景勝を見るとなんかいろいろ思っちゃいましたね。まあ、ただ本人が言うようにまだ場所中なので、まあ、あと2日間精一杯やってきてほしいなと思います。そしてもう一度ね大関、そしてその上を目指して立ち上がっている貴景勝を見たいなと、まあ、もちろん霧島もですけどね思います。はい、ということで